彦坂直義です。糸崎さんにも入ってもらってですね、 SB オークションという SBI なんかカレーなのかと思うと SB カレー本当だよねSBI オークションで、昨日か一昨日あのオークションがあってですね、2700万円で落ちたっていう作品の糸崎さんに見せたんですよ。見える？これあの後で画像またはめますけど、ハレーションで光っちゃうけど、まあ、もう一枚、こういわゆる少女漫画、少女漫画っていうか少女漫画じゃないか、僕が今話をしようと言ったのが、うんうん、その僕が見たところ、さっきのところ入ってるんですけど、うん、この入ってるこのイラスト画ってつい言っちゃうけども、うん、この作品が、うん、僕の知ってる範囲で言うと江口久志に似てるっていう話をして、そう、江口久志っていうのは知ってる人は知ってますけども、江口久志さんこれ本人の顔だからあれだけど、あのとにかくあの1980年代を席巻した少年ジャンプの漫画家なんですよね、うんうん、で、まあ、すすめパイレーツというのがあって、あ、そう、うん、でその後ストップひばりくんっていうのでまた大ヒットしたんですよ。あ、でストップひばりくんっていうのは可愛い女の子が主人公なんだけど、うん、実はめちゃめちゃ喧嘩が強くて、うん、でしかも実は男の子だっていう設定で、ずいぶん新しいね、そう、今ってきたね。しかも実家がヤクザなんですよ。おそういう設定でめちゃめちゃ人気があったんだけど、突然連載が終わって、うん、で本人が失踪していなくなっちゃったっていうね、そういうあの伝説の漫画家で、まあ、当たってその10月が大変だったんだね。そうね、でとにかくもうあの連載が続けられなくて、でその後短編をなんかいろんなところでちょこちょこ書いたりして、で今はもうイラストレーターになってるんですけども、うん、まさにその80年代的なものですよね、うん、すごく簡潔なあの絵で、まあ、いろんな影響があると思うんですけど、多分ですね、そのキネっていうの KYNE でキネって読ませるらしいんですが、キネっていうのと江口久志の作品が似ていると。でこれは似ているということは、実はキネ自体が、ある意味で認めてるんで、どういうふうに言ってるかっていうと、1980年代の大衆文化を独自に解釈し生まれた絵画と言ってるんですね。ですから80年代あのここで、まあ、あの糸崎さんなんかが言う80年代を踏まえているっていうのは確かに本人自身も自覚していて、独自に解釈しっていう部分で、つまりどうやって解釈したかっていうことですね。で彦坂的に言いますと、つまりこれを、芸術分析していくわけですが、芸術分析の中にいろいろありますが、格というものを測るという、一流とか二流とか格っていうのが伝統的には格を見るっていう見方はあるんですね。で江口久志の方がですね、三流なんですね。第三次元って言って、これはまあ娯楽というかですね、エンターテインメントなんですね、第三次元っていう。それ私もね、実を言うと、少しだけですけど、本当に数点、1、2点あの三流で書いたことがあるんですけど、そうすると売れるで売れるから嫌になっちゃってあんまり書かないんですけど、買った人はずいぶん喜んでくれるんだよね。でそれが、まあ、江口久志の方なんです。でそれに対して、キネの方はですね、六次元ですけど、六次元に落としてるんですね。で六次元の絵っていうのは別によくあることなんですけど、あの普通にあるっていうことですね。で普通にあるんだけども、なんていうかな、逆にそのある種の三流と六流を比較すると、六流っていうのはある種の美術の歴史の中でいうとある種の普遍性があります。それはあの いわゆる原始、まあ、例えば原始美術って言った時に、原始美術をですね、例えば日本でいうと縄文式土器って言いますが、縄文時代っていうのがその前期っていうのと、まあ、中期までっていうのと後期が違うんです。中期がいわゆる私たちがよく知っている縄文式土器の、火炎型土器っていうの、あれなんですね、岡本太郎がいいと言ったと言われている。本当は違うんですけどね、まあ、それは言わないで、それが、
中期で、中期までは六流じゃないです、うん、で中期過ぎて後期ですね、後期に変わるときに、中期から後期に変わるときに、寒冷期なんですよ、寒くなんですね。でそれでもって、たくさん死ぬんです。だからその縄文時代の、まあ、村がですね、数が減っていくんですね。それでまあ合併がされていって、それでその縄文の文化が変貌するんですよ。だから後期縄文というのは、創造界が出現して、創造界だけになって六流なんです。つまり、キネが描いてるのは後期縄文時代の絵を描いてるんです。だからその前の岡本太郎的なものではなくて後期なんですね。でこれがその後非常に大きな流れとして、続いてきます。いつの時代にもそれが現れます。で、まあ、六流というのは同時に自然という領域なので、自然に依拠していくわけですね。で空間がですね、絵画空間でいう と、例えば岡本レオナルド・ダ・ヴィンチの絵画空間とかですね、キリコの絵画空間とかね、そういうものとは違うんです。原子平面って彦坂は言いますが、物理的に平面って言ってベニヤでもいいし、キャンバスでもいいし、それから、ボードでもいいし、そういう物理的に平らっていう原子的な平面があるでしょ。つまり絵を描かなくても原子的に存在するっていう、それが六流なんですね。原子平面で描いていくっていう、そういう絵で、これは延々と、後期、縄文以降ですね、延々と流れていきます。いつになっても同じように、原子平面で描いているっていうの。だから空間を作ってないんですね。でそういう絵です。ですからキネのやってることは、なんていうかな、その江口久志と比べると確かにその普遍的原子平面に還元はしてるんですが、だからといって独自性があるわけではないです。極めて凡庸に普通にあるやり口です。ですから、まあ逆にそれを芸術と錯覚していく人たちがいると、まあすると記念に手を出してるのは実は、村上隆なんですね。2人で対談やったりですね、いろいろネット上にやっています。鈴木英人の影響は確実にあるんですよ、江口久志は。鈴木英人ってあの車のイラストの人、そうだよね、半画家、うん、なんていうかな、南の海のそうあれでね、鈴木英人さんは実を言うとね、私は版画工房が一緒にいたので、まあとにかく当たってる最中にお付き合いっていうか、まあ、だから一緒になりましたけどね。同時期に当たってる人ですよね。だから80年度ですよね。当たってですね、ポルシェを7台買った8台買ったっていうような人でさ、うん、もう一つ言うとだからですけど、大友克洋の影響もあるわけですね、うん、僕が見たところね、うん、一時期だから大友克洋登場以降、ハッチングでこう影をつけたりするような、そういう絵柄がすごい増えて、うん、みんなすごい影響を受けたんですよね。まあ80年代が実は全ての始まりなんだっていう主張を、ちゃんと真面目に読んでないんであれですけど、なんだっけ、名前が出てこないね。誰？岡崎、健次郎、うん、が言ってましたよね。確か金沢二十一世紀美術館の館長と対談をしてる。 あ、そうですか。あれも真面目に全部読めばいいんですけど、腹は立つもんだから、まあ、だから僕が80年代っていうのはまさにその中高大学生だったわけですよね、うん、だから80年代っていうのはね、普通に一般論で言うと、新人類とかですね、ネオアカっていうことが言われて、普通に言うと新人類世代、この人新人類、そういう時代で、まあ、簡単に言えばこう 人間の質が変わったんですね。で彦坂から見ると、つまり多くの人が象徴界を失って、まあ、簡単に言えば子供、創造界しかないっていうのは子供なんですよね。その子供のまま大きくなっちゃう、で大人にならないっていう人たちが大量に出現してくるのが80年代なんですよ、うん、だからその江口さんが失踪するっていうのも、だから連載を責任を放り投げてるわけですからね。でその後、まあ僕はあんまりちゃんと読んでないけど、富樫康隆って「ハンター×ハンター」とか「幽遊白書」とか、ジャンプ、同じジャンプの人気漫画家ですけども、この人は
救済が多い人で、ああそう、だからそれの前例になってるんですよね、うん、まあだからそう、僕は今彦坂さんに、うん、この SBI オークションの画像を見せられた時に、うん、これ改めて見ても江口久志によく似てるんですよ、うん、顔の表情とか色使いとか、うん、だからこういうものがその40年経って出てきてる、そうそう、だから40年っていうのはね、すごいなと、まあ、あの私の乱暴な言い方すると50年なんですね、つまり、まあ、40年が事実ですけども、つまり 4,50 年経つとですね、昔のものがこう蘇ってくるっていうか、つまりそう遅れて登場してくるっていうのが日本の、あの美術ジャンルで、あるわけですね、とにかくあんまり具体的に言うとみんな人が傷ついちゃうんで言えないですけども、とにかくその欧米の美術の動きなんかにしても 4,50 年経つと、日本のアーティストに、到達してですね、それを真似してくるっていう人たちがいるんですね、でそれを日本はそれをまあなんていうかな、許容するというか、まあ、それで日本のゴッホだとかね、日本のなんだっけ、キュービズムだとかね、まあ、そういう調子で、うん、遅れてくる田舎ですよね、つまり田舎のプレスリーをやるわけですね、でこの場合は自国の中で繰り返ししてるわけです、で、もうちょっとだから先に、またその糸崎さんに怒られますけど、あの言いたいことを喋るとですね、つまり80年代はつまり創造家しかない人たちが大量に世界的に出現するわけですね、うん、でそれはだからそういう歴史観について書いてるのはつまり、トランプ大統領の元大統領ですけど、それの腹心の部下の一人だった、バノンって言ったっけ、うん、バノンがスティーブ・バノン、うん、バノンが読んでいる大歴史書があったんです、それでそれはさすがに全部はでかいので、日本に全部は翻訳されませんが一冊翻訳されて、実はそれをこの間、バンダさんが見つけてで貸し、いいですかっていうか貸したら読んで面白がってたんだけど、その人が書いてる事柄が、まあ、そういうことだったわけです、うん、つまり 第二次世界大戦でみんな苦労して、で苦労した、親たちが子供を産むわけです、それがまあ私生まれたのがね、私なんだけど、私の世代 でその子供たちがまた出てきた時に、つまり苦労しないで生まれてくる、この話はね、うん、ちょっと待ってね、全く同じことが書いてあったよ、うん、山本七平の本に書いてあった、ああそうなの、だからちょっといいよ、口頭でいいよ、そんな すぐ出てこないですけども、うん、あの山本七平が、うん、その君主論について書いた本があるんですよ、うん、でそこでその中国の唐王朝の、うん、あの王様の話をしてたんだけども、うん、そのやっぱりその封建主義っていうのは普遍的な悩みがあって、うん、つまり最初の王様っていうのは自分でこう国を起こすわけですよね、うん、でそうするとすごく力があるわけですよ、うん、そう苦労するからね、そう、うん、で2代目の息子はお父さん見てるから、うん、一緒に苦労を共にできるんだけども、うん、孫の代になるともう初めからもうお家が王家だからもうダメなんですよ、うん、だからそれはもう本当にね伝統的に3代目で潰れる、そう、それはだからあの王朝もそうだし企業もそうなわけですよね、3代目で潰れるの、そうだからね、そういうその状態になってきてると、で先ほど美術館の話をしたのを撮ってるんですけど、そこでもまあ言ってるのは今あの美術館が代替わりをして、うん、つまり2例知ってるでいうと 女性館長が2代目が出てくるわけですよね、うん、でこれはだからその2代目はもしかしたらうまくいくかもしれないんだけど、3代目になるともうだから、大変になると、うん、だからそれはその代を数えてみないと分かんないので、うん、とにかくそうやって代を重ねることによって苦労をしなくなっていくから、そうするとダメになるんです、だから苦労しないアーティストっていうのが80年代に大量に出てくるんです、でその人たちが創造界しかないの、だから子供しかないので、その子供の美術を普遍的だって主張してるのが岡崎さんなんですね、まあ岡崎さんって実は私の教え子なんですけどね不詳の教え子でありまして、あの人ね前にね寿司をご馳走したんですよ、そしたらね
今日も寿司食いに行きましょうって私を誘ったわけで、今度は自分が誘ったんだからさね、まあ人にたかるだけじゃないと思ったらたかってきたから、それで喧嘩したの、それで離れちゃったのね。で僕それその後で言うと私が離れて宇佐美さんにくっついてって、宇佐美刑事さんにくっついてって、それから次がね、あの波竜一郎ですね、波竜一郎の娘と自分が関係があって、で波竜さんが、岡崎を天才だって言ってこう書いて、うん、それだからいわゆる村松ガロだったと思いますけども、あの赤坂見附っていうあれがあるでしょ、であれは私から見ると私をパクったんですね。私は1日だけ彼をね、アシスタントで使ったんですよ。それが最初の私の、レリーフペインティングを作る時に手伝わせたの、うん、でそれに1日手伝ったんだけど、自分はその喘息持ちだから、こういう木工作業は埃が多くてできないって言って1日で消えたんです。だけどだってあそれで突然としてレリーフで出てくるわけ、うん、でその後じゃあそのまあなんていうかな、まあいいけど、とにかく私から見ればですよ、私から見ればあの彦坂パクってる、だって彦坂パクってるのたくさんいるんですよ、名前あここで今一時に挙げませんけども、あのまあいいんです、昔はね、昔は先端で、有名だった作家ですからそれでとにかく私を追い落としていくのはその80年代のアーティストたちが追い落としていくんです、80年代の学芸員が追い落としていくんです。でまあそれは別にそれで時代のね変化で、よくて、あそんなに私は憎まれる人なのかっていうその考えは非常にありますけども、まあ、ともあれそういう形で80年代美術があって、それがもう一回ここで出現してくる、ね、40年経つと、ねうん、オークションに出現してくると。でこれがだからなんだっけ1200万円2700万円、ね、すごいね、うん、すごいすごい。それでね、だからこれが、ね、2700万円だから、まあ、江口久志のこの印税がそれぐらいなのかしらっていうさそうするとね、でまあね重要な、でここで今 なぜその糸崎さんに頼んでこう取ってるかっていうと、重要なことはね、もはや今日はね、あのその80年代の人たちだけじゃなくて多くの人たちが、全部じゃないですよ、全部じゃないですけど非常に多くの人たちが創造界しかない人たち、つまり、子供のまんま来て大人にならないで、私ぐらいの年齢になって、死んでいくっていう人たちの時代になっちゃったの。だからまあよほどのことがない限りっていうの、だからまあもう一回だから戦争やるとかね、中国とまあ激しい原爆戦争やるとかね、そういう苦労があればまた別ですけども、苦労しないと、だからね、苦労なんです、人格作るのは。この間ほら殺されてるかもしれないって言って奥さんが騒いでたんだけど、中国で人権派の弁護士が、うん、捕まっちゃって8年ぐらいで、もう最近3年間全然落とされてなくなっちゃったっていうんで殺されたって言って、騒いでますけど、彼なんかはね最初は創造家しかないのよ。ところがね今晩年の写真見るとね10回あるの、彦坂が言う10回、創造家、小中会、現実会、サントム、ディープミステリー、ノーネーム、越境、未知、その先、死っていうね10回あるの、ずいぶん立派な方になっちゃって、やっぱりね、あの中国共産党と戦うとね、ご苦労が強いしね、あの拷問もされるしね、いろいろ大変だからね。それからまあ何しろ将来、自分の将来を考えると暗淡たる気持ちになりますよね。でそういう中でね人格ができてくるの。だからすごい人格って、まあトランプも10回あるんですけどね、そのすごい人格っていうのは、まあそうやって苦労なんです、苦労が必要なんですけど、誰も苦労なんてしたくないからね。だからまあ、そういうわけで、で重要なことはこの絵が出てくるってことはね、もはや美術というのは芸術の問題じゃないってことです、うんうん、デザインでありイラストでいいんです、それだけでいいんです。でそれはだから奈良さんの段階であったんですね。奈良さんについては、村上隆さん自体が奈良さんに向かって、どう見てもねあなたの作品ってイラストにしか見えないんだけどっていう質問を美術手帳でやってました。僕はそれを読んだ記憶があります。でそういうことはだから、まあ、まあ村上さんはその段階でその奈良さんを否定的に言ってるわけじゃないんだけど、聞いてるわけよね、イラストでしかないんじゃないかっていう問題を聞いてるわけね。
で、それはだから奈々さんの場合に、ね、なぜそれがつまり成立したかというと、奈々さんの陽体って彦坂が言ってる温度ですけど、陽体が、低温プラズマ化してたわけです。つまりすごく新しかった。あんな新しいイラストってなかったので、そういう意味じゃ低温プラズマ化したイラストで出現してきたから、イラストでしかないのに、まあ、みんなが注目したわけですよね。それから、まあ、もちろん細かいことはありますよ。つまり描いたイラストを即印刷物にしてこう巻いてったとか、だからこちらが全部細かく分かるわけじゃないんだけど、そういう新しい手法はあったと思います。で、まあ、一応探求心で言うとですね、奈々さんを早めに大量に作品買って、金を儲けた画商さんっていうのがいて、その人と一応お近づきになって、まあ、その人が一応僕の展覧会もやろうって話だったからね、付き合ったんだけど、それでね、ジョン・ケージの演奏会をね一緒に見に行ってね、それでその本人が演奏したんですか？いやいや、そうじゃなくて、そういうコンサートがあって、それを見に行って、うん、それで食事をご馳走になって、というもう結構そこそこ付き合ったんですけどね。ただ、うん、ただまあ本当におかしい人なので、途中でまあもう無理になったんだけどね。ただ奈良さんで当てたのは事実。から奈良さんで当てるのは半端じゃなかったの。一応自分の部屋にね、現代美術館というか小さなあれを作ってて、アメリカの代表的な作家なんかでもみんな買って並べてるの、うん、その中に奈良さんを展示したの。それで新しいって言ってね、うん、あ、そうなんですか、うん、まあ、それなりのすごい人で、例えば着物ですね、うん、和風の着物、うん、まあ、大体和風の着物って買うとすると、まともな買うものをすると200万以上するんですよ。で、私も実を言うと友禅職人をやってたことがあるんで知ってるんですけど、で、男の着物っていうのもだから峰室さんなんか安物しか着てないですけどね高いもの着てるのはすごいですねって言うとね、そうだ、俺はな、一応着物に関してはね、その勉強してきたって言って、まあ、お金ずいぶんつぎ込んできた人なのね。で、まあ、そういう人で、まあ、面白い人はですね、その見る目が全然こう違うっていうか、だから、まあ、だから私の知り合いの画商さんたちが結局奈良さんにつぎ込むってことはしてこなかったけど、彼だけは奈良さんに投機してったわけ、うん、で、安い段階でワンサと買ってですね、で、それはそうだよね、まあ、値段が違ってくるからね。それでだけどほら、画商っていうのも悲しいもんでさ、奈良さんで金儲けてでかい家を群馬かなんかに作ってさ、その群馬の家見てないですけど、で、その後じゃあ次にどうすんだって問題あるでしょ、もう奈良さん売っちゃってるからね。だからまあなかなか難しいですよね。で、まあ、ともあれ話を戻しますと、言おうとしてることはもはや芸術っていうものはなくなってデザインでいいと。で、人間っていうのはね、デザインっていうか、まあイラストで、イラストっていうのは、まあ、こっちから線が出てくるところをぐるっと回ってこっちを線で閉じるっていう、閉じた形式っていうのがイラストなのね。で、それを使って人を魅了していくのはだから奈良さんがやったことですよね。で、さらにこうさっき見せたような絵は、まあ、もうちょっとこう広いっていうか、だけどデザインで成立させるわけです。で、デザインがもはや芸術だと。芸術とデザインは違うもんなんですけどね。だから芸術の発生ってことでいうと、デザインが成立した上に芸術が成立してくるので、段階的には下の成立段階なんですけど、そのデザインの側でもはやいいと。なぜと、何しろ鑑賞しているその金持ちたちがもはや想像家しかないですから。想像家しかないですよ。この間まずアメリカの民主党の選挙の時で、アメリカの民主党の議員たちってのはみんな想像家しかないです。全部じゃないですけど、かなりがそうです。それと同時に、そのアメリカの民主党に金をつぎ込んでいる投資してる連中がいますよね。あの人たちの顔もね、随分見つけちゃ分析してたんですけどね、みんな想像家、金に執着していく人たちってね、想像家しかないの。だから金に群がってるのは実の子供たちだっていうね、まあ、一元化してるんですよね。そう、一元化してるのに、とにかく一つしかないからね。10回あるってのは10人がいてさ、10人で1人の人間やってるわけだけど、そんなことしてたら間に合わなくて1人で突っ込んでいくわけ、ね、だからその善悪の選び方とかさ、なんとかでもとにかく浅さがあるわけ、すごく浅いわけで、その人たちがお客さんになってくるから、美術作品もそれでいいわけ、うん、だから金持ちに芸術は分かんないからね。昔の
人とは違うんですよ。だからルネサンスの頃のレオナルド・ダ・ヴィンチ買ってるような人たちっていうのは10回あるコレクターがいるわけだけど、もはや今日における、コレクターっていうのは、想像家しかないですから、イラストでいいんですよ。だからイラストを描けばいい。だから今やってる若い人たちは何も芸術さんって難しいことを考えないでですね、イラストをうまく描ければいいわけですよ、というふうに非常に乱暴ですけどね、私はそういうふうに思います。まあ後から怒られるでしょうけどもねでもつまりあらゆる芸術が成立するときには、とにかく最初に芸術が成立する前にイラストが成立する、あるいはデザインが成立する、そういう段階っていうのはありますので、その低い段階が 今という時代だというふうに私は思います。まあ、芸術が成立してなくてイラストでいいんだっていうことを言ったわけなんだけど本当はまあ違うわけなのね。ただ私たちが芸術芸術って言ってるものの中に非常に膨大にですね、イラストでしかないものっていうのはたくさんあるんですね。アカデミックな絵の中にもたくさんあります。まあ、今日の団体戦の作品の中にもたくさんありますし、その美術史でそれこそルーブル美術館に行ってみて、しかも黄金の領域世紀というか、あのルネサンスの時期の、通路をですね、歩いてみてもですね、たくさんつまんない作品が並んでるんですよ。だからそのなんていうかな、膨大な打作を作ることによって人類の美術史って成立してるわけなので、まあ打作作っちゃいけないっていうことはないんだよね。人間って愚かだからたくさん愚かなことをしていくわけですよ。その中で、まあその芸術の歴史を見てみますよね。そうするといつもいつも芸術があったわけではないわけね。これはまあ藤枝輝夫さんなんかでも随分強調したことで、いつもいつも芸術があったわけではないんですね。特にですね、まあ私なんかがその文明の展開っていうことを問題にするのは、文明が展開する時期があるわけですね。例えばその一番代表的なのは原始状態からあの文明が成立してくる時がありますね。これは随分 大変貌なんですよね。それからその古典文明がから近代産業社会が産業革命があって近代文明に転換しますよね。その時期、その境目ではヘーゲルが芸術は終わったと言ってるわけなんですね。でその本当にヘーゲルが芸術が終わったって言った時に、実際芸術終わってるんですけども、あんまり例えば日本の知識人たちは美術作品を見て、なるほど芸術が終わったねというふうにはよく理解してないっていうふうに思うのね。でまあ私の場合ね、美術オタクだから美術をたくさん見てくるわけですよね。そうすると本当に美術作品が芸術じゃなくなるんですよ。その産業革命が進んでいくとか、まあ、18世紀ですね、18世紀19世紀の中で芸術が成立しなくなってくる時期ってあるわけですね。だから一番わかりやすいところで言うと、モネがですね、マネの影響を受けてモネがその印象日の出っていう有名な絵を描きますよね。で問題なのは、あの印象日の出というのはすごく有名な作品なわけですけども、あれに芸術が成立してるかしてないかという問題なんですね。でこれもほら当然問われていい問題なんだけど、あんまりみんなそのことは問題にしないのね。でまあ実を言うとあれは芸術が成立してないんですよ、うん、だからそのまあモネの場合にはね、モネもほらモネをたくさん見て好きな人たちたくさんいるけど、モネの一番最初にカルカチュアっていうかギガを描いてるんですね。カルカチュアを描いてる、かなりの枚数描いてます。で私一生懸命見ましたけども、あんまり皆さん見てないんだと思うんですよね。であのカルカチュアが芸術なのかっていうと、あれも芸術ではないんですね。それからカルカチュアの後にモネが真面目なその古典文明的な絵画を描くんですよね。あんまり評判の良くないものですけど、あれはまともに芸術になってるんですよね。だけどそれをみんな褒めないんですよ。褒めないで結局印象日の出をバッと褒めていくわけです。褒めていくっていうか、まあ話題になっていくわけですよね。でその後の印象派のいわゆる展開がありますけど、あれも芸術になってないものって多いんですよね。でそのつまりそれはなぜかって言えば、近代文明から近代文明に、古典文明から近代文明に文明が転換するときに、芸術じゃないものが出現していくんです。つまり
古典文明の段階で芸術であったものを一回捨てる必要があるわけですね。そうすると芸術が成立しなくなるわけですよ。それでデザイン、まあデザインとかね、イラストとかデザイン、まあ言葉がだからデザインがいいかどうかっていうのも問題ですけども、つまりまあ私はデザインって言っちゃうんだけどね、そのデザインでしかない美術作品が書かれて、でモネの場合にはそうやって印象派の運動がずっと展開してって、印象派の運動っていうのはなんていうか株式会社でやるわけですね。まあなんか1年、最近知ったのは1年ぐらいで、まあほとんど経済的にうまくいかなくて、1年ぐらいで終わってるみたいですけども、それ で結局印象派の運動が終わってくるとモネはまあなんとかしなきゃいけないって言って、で実際歩いて見てるとですね、ひどい印象派があるなと思って近づいて名前を見るとモネって書いてあるんですよ。モネはかなりすごいスピードで書いてますからね。だからそのまあひどくなると本人もひどくなるなと思うんだけど、まあ、ただほら写生をする機械みたいなところがあるんですよね、モネってパパパパパパパ書いていくからね。でかなりひどいもの多くあるんですよ。でそれが本人もそれを感じてたらしくて、でまあなんとかしなくちゃいけないって言って、でモネはだからその後ルノワールの影響を受けてそのヌードを描こうとするんですね。ところがという話なので、僕は本読んで言ってるだけですから、本人から聞いたわけじゃないでとにかくヌードを描くのを奥さんが反対して、奥さんがそんな女の肌なんかなんかだって言ってこう、ね、怒ったもんだから、で結局モネは、日本庭園というか水田の池を作って、その水田っていうのがウォーターリリーっていうのが女性のイメージがあるらしいの、ね、でそれで、かわいそうにモネはですね女の裸の代わりに、水田を見て一生懸命絵を描くことになるわけだ。ただそうした時にもう本当に奇跡のようにモネは芸術を成立させていくんですよ。すごいもんです。でなぜモネがその芸術が成立したかってことをね、まあそれ私はそれなりに考えましたけど、今ここでそれをここでお話しするとまた話がモネ論になっちゃって大変になるわけよね。結構大変なの、うん、結構真面目な論理で、それを言われてみても聞く方はたまったもんじゃないと思いますので、もうちょっとまあついでにちょこっと言うと、モネの絵をですね、地下美術館って言ったっけな、直島の、地中美術館、あそこに展示してる展示の仕方は間違いです。ニュー近代美術館に前展示してる時は見た時は正しいと思いましたけど、モネの絵を理解しないで高さを考えないと、作品を描ける高さを考えないと間違えるんですね。で地中美術館は間違えてます。でそれを褒める芸大卒のアーティストもいてバカにしたんですけどねまあみんなそんな真面目に考えてないんだよね、日本人は。うん、水田だってと水田の作品でもそれでいいわけであってさ、それがなぜ成立したかとかさ、モネの水田の絵はどうやって見なきゃいけないとかさ、ね、でその場合描ける高さの問題ってあるわけ。そういうこともだから日本で言えばもうそんな上っ面だけの世界だからあんまり考えないんですよ。でまあだからそれを喋ったっていいんだけど、今話をしたいのはね、つまり文明が転換するときに芸術は成立しなくなって、デザインだけの絵がたくさん出てくるんです。で今はそういう時期です。まあ彦坂的に言うと、彦坂が言う非文明っていうのが終わって無文明に変わったので、その境目でもってたくさんその芸術じゃないものが台頭してきて、いるってことなんですね。まあ、それからもう一つ今の話の中で言えば、その高額で2700万かなんかで高額で落ちたからというのがありますけど、厳密な意味で芸術とお金は関係がないです。厳密っていうのは分かんないね。どの程度の厳密か分かんない。つまりお金を使ってる人たちはあれは余分なお金が入ってるわけですね。安く買おうなんて、作品安く買おうなんて考えてませんから、投機っていうか、まあお金を持ってる人たちはお金を使いたいわけですよね。使わないと自分が金持ちだってことが証明にならないわけじゃない。ずっとお金持ってですね、もう
質素に生きてもですね、死ねばですね、そのお金を全部なんていうの天国に持っていけないわけでしょ、地獄にも持っていけないわけよ。だから生きてる間に使わなきゃいけないわけね。でそういう切迫感の中でお金を使ってるんであって、まあ芸術の価値そのものとは直接は関係ないんですね。ところがその文明っていうのは高額で売れたっていうとそこになんか価値があると思ってお金そのものにだから余分な価値を見ちゃうわけですよね、うん、だからまあ、 貧乏人は別にお金をね使おうとは思ってないので、構わない話で、金持ちが余分なお金を使うわけですね、うん、でまあ、まあそういうことで別にそのまあ麻薬だからねお金って一種のだからお金にまみれていけばどん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 ジャンキーになっていくわけですよ、うん、だからお金っていうのも、まあ、私みたいに年取ってくるとその年金をもらう人たちがいるけど年金をもらう人たちっていうのもかなり麻薬患者ですよ、うん、だからそのまああんまり羨ましがらないでまあとにかく芸術が成立する前は芸術じゃなくてデザインなんですよ。だから東洋私たち日本人だから東洋に生きてるでしょ。東洋の中でこう伝統的に言ったのは前に喋ってますけども、書が中国においては書が最初に芸術になったって言うんです。その書っていうのは何なのかっていうと王羲之なんです。で王羲之の展覧会がこの間大きいのを開かれたんですよ。そうすると王羲之が出てくる前に中国の書はデザイン的に非常に優れていくんです。でそのデザイン的に優れていったものを学んで王羲之は突然として芸術を成立させるんです。で王羲之が芸術を成立させるとそれを見て多くの書道家が努力をしてその中の何人かが芸術を成立させます。つまりその時にデザインからだから飛躍した時に芸術が成立するんです。でそのどうやって飛躍したらいいかってそれはちょっとね簡単じゃないんで簡単なら飛躍って言わないんで、ね、こうこうこれやれば芸術になりますとかそういう話とは違うんですよね。だからまあモネも晩年にですね大水田になったら突然として飛躍するんです。面白い。もっと面白いのはね、モンドリアン。モンドリアンこの間展覧会ありましたけどもあれずっとあそこに並んでるのもあれは芸術成立してないです。モンドリアンは非常に真面目にさまざまなその絵画スタイルをとって探求してきますが、芸術成立しないです。だからモンドリアンっていうのは展覧会開かないんですよ。個展も開かないんですよ。でニューヨーク行ってニューヨークブギウギがまあなんていうのか正確には知りませんけど 3点とか4点ぐらいですかね書いて芸術を成立させるんですよ。もう人生の最後に。そうすると個展をやるんです。だから生涯1回の個展ですよ。で最後に芸術を成立させたってところにモンドリアンのですねまあ非常に素晴らしいハッピーエンドがあるわけですね。だけど絵を見るとわかるけど描くのは難しい。本人もずいぶん苦労して描いてて結構大変。だからその飛躍とは何なのかっていうのはですね飛躍ですから飛躍してください。はい以上です。はい以上であります。登録者なんだっけ、なんとか登録お願いします。チャンネル登録、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。